はい、おはようございます。カッパパです。今日はね、最古のほとりにいます。目の前は富士山です。はい、というわけでございまして、今日は雪洞ヶ岳を登ります。それでは今回のルートですが、最古の西岸漁民荘前駐車場を出発、ひたすら植林地を登ります。やがてブナ原生林を過ぎると急登になり、見晴らしが良くなると雪洞ヶ岳山頂です。山頂はまさに絶景スポット、青木ヶ原の樹海と富士山大展望が拝めます。それでは今日も行ってみましょう。先週のね、大阪の金剛さん、あれも階段すごかったけど、ここの階段急だね。いやこれね、林間をつづら折りで登ってるんですけど、結構光が当たらないと寒いんですよ。はい、ブナ原生林の看板ですね。山頂はね、ここからだいたい1時間ぐらいらしいです。かなりの急度ですね。頑張って登っていきましょう。はい、富士山の方はね、雲がなく綺麗に映ってます。いや、もうすぐ山頂ですね。あ、ここね、あ、木が切れてる。あら、おお、おおおおおお、
いや、どうもないわ。すごいね、これ。いや、詳しい地理はね、いまいちよくわかんないですけど、はい、目の前が富士山、そして西湖ですね。あっちは河口湖ですね。河口湖町で富士吉田かな、向こうはずーっと来て、はい、富士山西湖。はい、こっちがね、青木ヶ原。先日登った龍ヶ岳も見えますね。いやー、すごいね、絶景だね。絶景だね、すごいね。すごい ね。本当に、今日はね、もう天気に恵まれて最高だよ、これ。いやー、やっちゃん、ありがとう。ちょっと開けたよ。道しるべが見えますね。しょ、お、あ、これがね、山頂みたいね。なんかこれ落書きっぽいんだけど。はい、じゃあタッチ。はい、窃盗ヶ岳山頂です。すごいね、あのね、富士山を見る山をね、最近登り始めて、まあいくつか、まあ三つ峠とかね、あとは金時とか、あとつい先日はね、あそこにある龍ヶ岳とか登ったんですけど、いやー、この窃盗ヶ岳すごいね。真正面でさ、さらに西湖がね、光ってるもんね。素晴らしい。ちょうどね、今ね、10時20分ぐらいなんで、お腹減ってきたな。今日はね、富士山天ぷら鍋焼きうどん。何でも富士山つけてんの。あまり関連性ないんですけどね。こうしてさ、おにぎり食いながら話すのもなんだけどさ、富士山の存在感って半端ないよね、これ。もう、ググッとくるよ。素晴らしいな。富士山登ったんじゃ富士山見えねえからな。斜面はね、絶好の休憩適地になってましてね、ちょっと山頂からね、30メーターぐらい降りたところなんですけど、山頂よりもはるかに景観がいいですね。
では降りてきましょう。いやすごい風景だね。ほんと絶景だね。今まで富士山見た山の中では一番いいね。はい、ではね、あの辺ですけど降ります。はい、それでね、今日なんですけど、窃盗ヶ岳、まあ、その先にね鬼ヶ岳とか、あとあの違ううちの窃盗ヶ岳っていうのがあるんですけど、地図見ると周回コースになってて、でぐるっと回ればね、まあ、夕方4時ぐらいには降りてこれそうなんですけど、今日午後ねちょっと僕行きたいとこあるんですよ。もう約ね35年ぶりぐらいに行こうと思ってるんですけど、まあ、ちょっとそこを寄るんで、なるべく早くね瀬戸ヶ岳降りて、あとは富士山周遊を観光したいと思います。ということでちょっと観光行きますんで。やったやったなんか今わざとらしい。はい、というわけでございましてね、今日は瀬戸ヶ岳に登りました。あの最高の富士山が見れました。はい、ご視聴ありがとうございました。カボボでした。